前回のボールリレーは I'm passing to Oya and he's going to show you how well he can sing. オンチなので歌は歌いませんが、今度は笹井くんが代わりに歌ってくれます。全力応援 RBBB をご覧の皆さん、こんにちは。背番号3番、大谷幸太郎です。この番組はQVC の提供でお送りします。今回はチームを率いるキャプテン大谷幸太郎選手です。チームメイトのことなら何でもわかるはず。頼れるキャプテンにこちらの企画、教えて大谷選手。〇〇選手を構成する3つのもの、ボックスをご用意しました。ボックスから引き当てた選手に関するキーワードを3つ教えてください。これ人が出てくるんですか？人が出てきます。自分も入ってます。はい、マジ俺出てくるんだよ、これ。で、その人を構成するもの。3つのことを。それむずいな。大谷選手が選んだのは、はい、お小池文也選手です。小池文也選手は、まあ、チーム1の人気者ですね。これはやっぱ会場を見てもらえば分かる通り、小池選手のタオルで溢れ返ってるんで、小池選手が一番人気者だと思います。あとは、そうですね、誰とでも仲良くできるコミュニケーション能力の高さですね。あとは憎めない可愛さがあります。小池選手、よかったですね。続いて選ばれたのは、4番、高橋克実選手です。克実くんはハードワーカーですね。やっぱハードにプレーするんで、練習も試合もハードにプレーします。あとは、まあ、関西人なんで性格が明るいとこと、まあ、小池選手と一緒で誰とでも仲良くコミュニケーション取れるところがいいところだと思います。チームを活気づける高橋選手の活躍が今後も楽しみです。続いては大谷選手のこと教えてください。何が出るかな。サイコロトーク。サイコロを振って出た目のお題に沿ったトークをお願いします。それでは大谷選手、お願いします。1番、選手の中でやっていること。ちょっと考えさせてください。最近流行ってる選手の中で流行ってるものこと。いや流行ってねえだろ。流行ってる。なんでも、もう1回でネタだけ見るかって。流行ってる。ここだけ。あ、それだけ、それでもいいっすよ。ちょっと弱いよな。流行ってるの、一回振りますと思います。じゃあ、フルシーンだけ。それでやったら、大谷選手、ギブアップ再チャレンジです。4、チームメイトにごめんなさい。あるやつがそもそも最近楽しかった、最近楽しかったこと。楽しいでしょ。じゃあモテエピソードも何。モテエピソード、マジで、あれっすよ、バレンタインとかあるじゃないですか。少なすぎて親がかわいそうに思ってジャイアントカップリコ10本毎年くれてました。それでいい。じゃあ何でもいいんで選べます。ああ、自慢したい話。自慢したい話、何だろう。最近ハマっていること。いや、最近ハマっていることなんて、なんか B リーグの試合見ることぐらいしかないですよ。 B リーグの試合見る。
マジで趣味もないし、家から出ないし、エピソードもないし、ちょっと考えていいですか。食べ物ハマってるか。あ、食べ物、はい、あ、トロの行きます。行きます。僕がハマっている食べ物は、ココイチの海の幸カレー、ハーフチーズトッピングご飯 400g です。ココイチ行ったらもうそのメニューしか食べない。はい。弱い。そんなことないですよ。皆さんも大家スペシャル頼んでみてください。次の選手は田中誠也くんです。誠也くん、一緒にご飯行きましょう。親しみやすい人柄を存分に感じました。新潟アルビレックス BB の今後の試合日程はこちら。 LCT ではアオーレ長岡で行われるホーム戦を生中継。テレビの前でも熱いパワーを送ろう。文ちゃんとかっちゃんのワクワクドキドキハッピーコーナー始まりました。ハッピーコーナー、はい、今日もハッピーを皆さんにね、はい、届けたいと思います。はいはい、ではあの勝美さん、最近あった文ちゃんかっこいい話をお願いします。まあ最近ちょっと駅に行くことがありまして、その時に文ちゃんがわざわざ家まで迎えに来てもらって、まあ、助手席乗ったんですけど、やっぱその運転してる横顔姿がやっぱちょっとかっこいいなって、はい、っていうお話です。あ、あ、文ちゃん、じゃあ僕にメロモリ、はい、メロモリメロモリメロになった話を聞かせてください。いや、まあそうですね、あの勝美くんのこの存在自体、それだけでもキュンです。はい、ということで、今回のゲストを紹介します。僕たちと同い年の笹井寛太選手です。ありがとうございます。あ、自己紹介お願いします。背番号33番笹井寛太です。よろしくお願いします。お願いします。今日どうですか。今日どうですか。今日調子いいっす。調子いいらしいです。結構調子いいっす。じゃあ、ささ、最近あったハッピーな話。あ、最近あったハッピーな話、はい、お願いします。あの、あれですかね、この前、開幕戦の時にあの、アオールで開幕したじゃないですか。その時に、はい、その時に、自分のタオル持ってる人がいたんで、もうめっちゃ、うわーと思って興奮しました。そのタオル見つけたら次はどうしますか。手振ります、はい、どうやって手振りますか。ダサいです。はい、ありがとうございます。あのレッツハッピーで決めポーズ、はい、なんかしてください、はい、それではいきます。せーの、レッツハッピー。省エネモード。何した。何もしない。何もしてない。何もしない。何かした。え、何かした。え、何した。なお前なんか今日省エネモードすぎるな。もう一回やる。じゃあもう一回やる。ちょっとさすがにやる。口に曲がおりて。 OK、 それではいきます。せーので決めポーズお願いします。はい、わかりました、わかりました。よし、せーの、レッツハッピー。次回は、ササ VS 文ちゃん、かっちゃん5番勝負。一本でも多く勝てるよう一生懸命頑張りましょう。以上です。最初の勝負はボール回し対決。より多くボールを回せた方の勝利です。じゃあ俺からいきますわ。いくよ。こんなんできない。いくよ。ねえ、まあ、いいよ。お前アウト。じゃあもうこれんだよ。こんなんじゃあ、まあ、アウト。普通にやってもできない。マジでこんな長すぎ、長すぎすか、ね、6秒もできてるよ。いや違う、俺13秒ぐらい。じゃあもう一回やるよ。じゃあ、はい、お腹すいてるし。あ、待って、うん、今のでいいじゃないですか。はいはいはい。こんな無理やん。いいよいいよいいよ。すごっ。ほらな、もうなるよ。いや、もう行けるって。できないし。もうないし、もう行くぞ。もうない。よし。 OK。 イエーイ。絶対できない。じゃ
きます。いきますよ。はい、いいよ、いいよ。できないっす、これは。できないっすじゃない、はい、イエーイ。ルンチャー圧勝、あのボールさばき惚れます。にしてもそのポーズ好きですね。2回戦早口言葉対決、みんなも挑戦してみてね。じゃあ絶対言えんね。さっきお願いします。じゃあいきます。ガチ言っていいっすか。どうぞ。なんか普通に東京特許クク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 クいい綺麗や。ガチ言えない。最後まで行こう、最後まで。じゃあ OK。 今日急遽休暇、休暇、休暇。はい、どうぞ。東京特許許可局、今日急遽休暇許可拒否。上がってるやん。ちょっとせこいな今の最後。はい、じゃあ行きます。東京特許許可局、今日急遽休暇拒否拒否。拒否拒否。別の文章で再チャレンジ。こっち行きましょう。これ今だ。これ行こう。難しいな。これ行ける？いいよ。いや俺大丈夫。絶対俺行く。じゃあ行きます。はい、引きにくい肉にくい。ちょっと待って。分かる分かる。これハッピーコーナーやわ。もう一回もう一回。いやー、いや誰もう一回もう一回。でもいらない、戻らなくていい。毎晩毎晩毎晩やめろ。じゃガチ行くわ。引き抜きにくい。じゃあもう、はい、アウトで。アウト。ちょ本気で出してみて。はい、本気出して。すごい。引きにくいぬくい引きにくい引きにくいぬくいぬくい肉。は言えてないやん。何それ。はい、じゃあ最後、はい、最後ブンちゃん、ブンちゃんから言えたら、はい、勝ちなんで。引きにくい引きにくい引きにくい引きにくにぐに引きにくです。すごいな、絶望した。ありがとうございました。すごいな。ドロードローで、ドローですね。ブンちゃん、あなたが優勝です。3回戦は神ズボ対決、いきますよ。はっきょーい、はっきょーい、残った。負けー。俺の負けなん今。今そうやったら、お前からさ、前からこう言って、こうリプレイ、リプレイ検証入ります。これは際どいな。神相撲の判定って難しいですよね。もう一回やる、もう一回やろ。今なんかもう一回、もういいって一発勝負やろ。じゃあこれでね、さあさあ負けたらもう、オーケー、はい、ゴー、負けですから。はっきょーい、ノータ。ああ出てるんで。出てたらしい。出てたらしい、負け。え、これそういうルールなの。そうだよ、お前これ負けろ。倒したら勝ちなんじゃない。相撲やったよ。目標丸なんてか、さっきのも。そしたらさ、勝つみもギリギリや。じゃあ勝つみアウトじゃねえ、さっきの。じゃあラスト、ラスト。じゃあこれ勝ちます。本当の最後です。本当ガチでラスト、本当の最後です。皆さんお願いしますね。ここ出たらダメ、はい、倒れたらダメ。はい、はい、きます。はっきょーい、残った。やばいやばいやばい。はい、これは決まった。たっちゃん、じゃあ勝つみくんの勝ち。マックなしの大勝利。笹井選手、追い詰められました。第4回戦いきます。じゃあいきます。あ、そういうことね。きたんちゃん、これきたんちゃん、いけ。待って待って。強い。これは強い。いきまーす。小池です。おっしゃってください。一なんちゃん。長い。長い。よくある。よくある。よくあるぞ。え？え？え？来た来た来た。これこそ奇跡。あっち向いてほいで勝負決めましょう。最初グッドゲンポイ、あっち向いてほい。最初グッドゲンポイ、あっち向いてほい。笹井選手、念願の勝利。これは面白くなってきた。2対1の1分けで最終勝負、山手宣言。お題は新潟のいいところ。
ささ、かっちゃん、ささ、ぶんちゃん、ささの順番で回答をお願いします。四千ゲーム、新潟の好きなところ、イエーイ、新潟のいいところ、イエーイ。アピタ、空気がきれい、イオン、米が美味しい、山がきれい、人が優しい。じゃあ、はい、アウト、アウト、アウト。ぶんちゃんかっちゃんチーム勝。笹井選手、ごめんなさい、罰ゲームです。歌うまいので。いや、ちょっと待って、ここで一曲。あ、ダメ？一発芸にしよう。一発芸がいい。一発芸、歌ないから一発芸のことがあったんで、一発芸にしたいと、はい、思います。じゃあ、どうぞ。じゃあ、一発芸いきます。冷やしピース、どうすか？はい、はい、ありがとうございました。アルビ BB の応援で青森長岡にやってきたハルチュン。バスケ初観戦の花江ちゃんと一緒にグッズを購入。応援の準備は万端。いざ試合会場へ、レッツゴー。今回2人が観戦するのは強豪越谷アルファーズ戦。ハルチュン、久しぶりの会場はいかがですか？前回から結構時間が経ってて、ね、久しぶりに試合観戦させていただくんですけど、すごい会場に入った時からなんかすごい、なんかなんだろう、会場の雰囲気がすごくて、ね、ブースターさんもいっぱいいてオレンジだらけで、すごくウキウキで楽しみですね。私はこのバスケの試合の会場で観戦させていただくのが今回初めてなので、すごく楽しみで、あの会場で結構あの選手のボールをつく音だったり、こう走った時の足音が結構響いていて、すごい迫力があってすごく楽しみです。私たちがパワーを送ります。パワー。2人のパワーは選手たちに届くのか。アルビレックスチアリーダーズのパフォーマンス、今年もキレッキレです。スリーポイントの時にファールされた時、で2回の時はあの普通のシュートの時にファールされた時で、うん、1回の時はあのシュート、あの打った時にファールされたけど入った時、あー、外した時は 2回、はい、外したら2回入った。そうそう、アルチュンの解説を挟みつつ試合は後半戦へ。2人の応援は続きます。はい、ということで試合観戦終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の MVP を決めていきたいと思うんですけど、花江ちゃんどうでした？はい、私は個人的に、うん、田中選手のこう果敢にこう体を入れてディフェンスをしたりとか、ゴールを守ったりとかする姿勢がすごくかっこよかったです。おー、はるちゃんは MVP いますか？そうですね、遠藤選手ですね。お、あの積極的にパスカットとかシュートとか狙ってて、あのそれでパスカットとかあのスリーポイントシュートで結構試合の流れが変わったなと思ったので、遠藤選手にしました。
はい、今回の試合は負けてしまったんですけど、次回は勝てるように一生懸命応援しようね。応援しましょう。せーの、頑張れアルビーミー。シーズンはまだ始まったばかり。頑張れアルビーミー。次回はハルチュン、花江ちゃんが絶品アリーナグルメを堪能。お楽しみに。プレゼント情報、今回は大谷選手、高橋選手、小池選手、笹井選手のサイン入りタオルを1名様に。さらに12月にアオーレ長岡で行われる越谷戦、青森戦のペアチケットをそれぞれ2組様にプレゼント。番組の感想を明記の上、 NCT ホームページよりお申し込みください。皆さんこんにちは、ルーキーの西野美奈です。今回は自己紹介をしていきたいと思います。まずは私の好きな食べ物を紹介したいと思います。私の好きな食べ物はさくらんぼとアイスクリームです。アイスクリームは特にバニラ味が好きです。次に私の休日の過ごし方を紹介したいと思います。休みの日には映画を見たり、少し遠いところまでお出かけしたりしてリフレッシュするようにしています。私は小学生の頃からチアダンスを習っていて、憧れだったアルビレックスチアリーダーズの一員として活動させていただけてとても嬉しく思っています。最後にチアダンスの技を披露したいと思います。パワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げられるよう頑張ります。そして皆様にお会いできるのを楽しみにしています。以上、西野美奈でした。この番組は QVC の提供でお送りしました。全力応援アルビ BB は NCT 公式 YouTube NCT コネクトバスケットライブでも配信中。過去の放送回もご覧いただけます。ぜひご活用ください。